ポッペをお招きいただきありがとうございます。信州真田鉄砲隊は日の本一の強者と称えられました。真田幸村が考案した真田流砲術を現代に伝えるために日々研究鍛錬を重ね、現在各地で活動を続けております。本日は信州真田鉄砲隊8名により真田流砲術演武を行います。最後までとくとご覧いただきますようよろしくお願いいたします。土手でご覧になっている人はなるべく南側に移動してください。危ないので南側に移動してください。祝砲一発、立ち放ち一戦、火の輪をつけ、火蓋を切れ、構えて放て。鉄砲は海外で開発されました。日本には戦国時代に現在の種子島に伝来いたしました。西暦1543年、天文12年、ある中国商人の船が嵐にあって種子島に漂着いたしました。この船に火縄銃を持ったポルトガル人が乗っていたのです。時の領主種子島時孝は火縄銃の威力に驚き、このポルトガル人から1丁2000両もの大金を出し、火縄銃を2丁購入いたしました。これが日本における鉄砲の始まりです。膝放ち、スルメ打ち、火縄つけ、火蓋切る、構えて放て。鉄砲の一種に大筒と呼ばれる鉄砲があります。高く城や城門の破壊に使用されました。次はこの大筒により弾込めから発射までの操作を説明いたします。もう一回やるよ、バンバンって。バンバン怖い。まあびっくりした。そういうわけでもないの。はじめに筒先から火薬を入れ、次に弾丸を入れます。演武では安全のため、に印を固めたものを出しております。次にカルカと呼ばれる棒で弾丸と火薬を重心の奥に突き固めます。次に火皿に口火薬を入れます。口火薬とは着火しやすく細かくした火薬のことです。最後に爆発予防のため火蓋と呼ばれる蓋を閉じ、火皿を塞ぎます。これは安全装置です。以上で玉込めまでの操作が終了です。次は発射の操作になります。火縄銃の着火には火縄を使います。次に火皿を塞いでいた火蓋を開けます。その操作を火蓋を切ると言います。号令は火蓋切れです。戦いの火蓋が切られたはここから来ています。最後に狙いを定めて発射いたします。構えて放えて放て。膝から着火し弾丸が発射されるのです。
鉄砲は使用目的により改良が加えられました。大筒のように大型化したものがあった一方、小型化した鉄砲もあります。馬を走らせながら射撃する場合、片手は手綱を持つため、どうしても片手で射撃をしなければなりません。このため片手でも狙い撃ちしやすいようにと、重心を短くし小型化したものが馬上筒という鉄砲です。馬上筒再現。ヒブタイキッ構えて、貫通処理を行う。これ以降、日本国内で鉄砲が生産されるようになり、戦国時代の新兵器として全国に広まっていくのです。この結果、戦国時代末期には国内鉄砲数が50万丁以上となり、日本はこの当時世界で一番の銃保有国となっておりました。立ち放ち鶴舞打ち、ひらつけ。火蓋切れ、構えて、放て。火縄銃は一発撃つがかかります。そこで考えられたのが、3つに分けて撃つ撃ち方、三段射法があります。三段射法、一番隊前へ、ひなわつけ。バンバンってこと、ミサイル、うんうん、鉄砲、ミサイルじゃない、鉄砲、うわぁ、撃てたの、やるぞ、決めたー、決め、構えて、放て、2番隊前へ、待てるぞ、決めたー、決め、構えて、放て、3番隊前へ、決めたー、決め、構えて、放て、ごはんて、はい、西暦1614年、慶長19年、大阪冬の陣において真田幸村は豊臣家を救うため九度山を脱出し、大阪城に入城しました。この時の幸村率いる真田軍は旗鎧を赤で統一したため、真田の赤備えと呼ばれました。その異様はまるで筒子の一文が咲き誇るようと称えられました。千鳥の構え、鶴瓶打ち、ひらわつけ、ひぶたー切れ、構えて、放
食べるの。翌西暦1615年慶長20年大阪夏の陣が勃発すると、真田軍は徳川本陣へと突撃いたしました。幸村はこの突撃により家康が自害を覚悟するほど追い詰めましたが、大軍に阻まれ力尽きて戦死してしまいます。命を懸けて忠義を貫き、巨大な力の前にも屈しなかった幸村の生き様は現代人の共感を呼び、今では戦国武将で最も人気のある武将の一人に選ばれております。本日の最終演舞となります。立ち放ち一戦ひらまつけ。火ぶたー切れ、止まって放て。すごいですね。最後まで大変ありがとうございました。信州真田鉄砲隊笹根つつで倒れ見受け見え前へ進め。真田鉄砲隊の皆さんでした。毎朝盛大な拍手をお願いいたします。